21世紀の食いしん坊、本日はどんな素敵な料理に出会えるのでしょうか。聞き手を務めます上水幸でございます。そして食いしん坊を務めます笹やんです。こんにちは、笹やんです。なんそれ。いや今なんか笹やんですっていう感じでよかったね。うん、なんかちょっともう終わりの2拍ぐらいでちょっとアレンジした。ああ、なるほど。もう入れていこうかなっていうね。うん、ちょっと変えていこうかなみたいな。うん、なんかトークのさテンポ感がどうたらこうたらみたいなこと言ったけどさ、うん、どうなんですか実際喋ってみてって。あ、喋ったのとその配信を聞いてみて。いやもうすごいよね。自分のなんやろ想像以上、いや想像を超えたレベルで編集をうまくしていただいてる。なるほどね。本当に、うん、ああよかったーってなる、よかったーってなる上でやっぱやばいなと思う。どういうこと？自分のトーク力というかトークテンポ感、うん、やばいよ。あ、テンポ感を修正してることが自分で分かるんだ。いやいや、いろいろやっぱこういじってくれよやろ。半分ぐらいカットしてる。な上でやっぱ、あ、これ16分で収めてくれちょんやんとかさ。あー、長いやつとかもあるしね、たまにね。そうそうそう、やっぱさすがですよ。いや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 、もうそれはもうね、役割分担なんで。食べ物をね料理する人と音声を料理する人の。なるほど。お互い、ね、料理を、うん、食いよだけやき。あ、そうそう。そうだね。食いよだけやき、うん。食った胃袋の中のものを料理してるんよ。あ、まあそうやね。そうね。地球に還元しよき。そうだね。地球に還元しつつ、うん、皆さんにも情報として還元しつつね。ああ、うまいね。僕はそこで出てきた音声を料理して皆さんにこう並べてるんで、もう全員料理しますよ。俺が料理しただけじゃ多分料理になってないけど。だからお店が料理したものを笹谷が食べて、それを食べたものを笹谷が料理したものをここで喋ったものを僕が音声を料理してるっていう。そう料理のね、難情視聴かって感じよね。いやそうだね。だから料理がこうずっとこうねバトンタッチされていっているってことですよ。だからこれを受け取ったまた皆さんがね、そう一人一人が、ね、この情報を料理して、そうね、またそのお店に料理を食べに行く。そうねみたいなね、経済のね発展にもつながり。そうですね、こう循環していくからいいですよね。そういう歯車になっていけたらね。いやいや本当そうですよ。なんか第1回目の時かな、うん、笹谷が何気なく言ったね、うん、食べるだけじゃよくないっていうね、食べて終わりじゃよくないみたいなこと言ったんよ、うん、しれっと。全然覚えてない。だからその循環がねちょっとずつ始まりだしたんじゃないかなっていう。放送聞いたのに思い出せん。もう今のこのトーク全部無意味になってきてる。じゃあ早速、今日の料理紹介の方お願いしてもいいでしょうかね。はい。八屋にしんそば。にしんそば。はい。まず、はい、はい。じゃあこのにしんそば、はい。まああれですね。まあ多分あんま聞き慣れんやろ。うん。全く。うん。というのもねゴールデンカムイ出張。漫画ですか？アニメ？何漫画？うん。漫画。俺アニメで見たんやけど。うん。なんかまあ日露戦争後ぐらいの時代の。うんうん、北海道を舞台にした元兵隊とその北海道のアイヌの女の子が、うん、アイヌから強奪された近海の隠し場所を探すこう冒険者みたいな簡単に言うと。なんかじゃあちょっと歴史若干絡みつつのこうそういう冒険物語みたいな感じ。そうそう。でこの漫画はね割とグルメ要素もあったりするんよね実は。お、まあ、結構そのアイヌの少女が出てくるき、アイヌの食べ物とか、うん、はいはいはい、そういうのが出てくるんやけど、まあ今回このねアニメを見よった時にニシンそばが、うん、その主人公が食べるシーンがあって、うん、これめちゃくちゃうまそうに見えるんよそのアニメの中でね。そう、うん、でニシンそばってなんなんやろうと思ってググってみたんよ、うん、検索して、うん、この辺あるんかなみたいな近くに、うんうん、思いのほかねめっちゃ近くにあっていやほんとそんなないよ多分。ないと思うよ、あんま聞いたことないもん。 そんなないんやけどめっちゃ近くにあって、うん、それが八屋っていうお店ではい、いいかねパレットから多分歩いても5分から10分ぐらいの距離じゃないかな。なるほど、いいかねの方にあるんですね。田川郡、そうそうそう、田川郡、田川市、田川市、うん、うん、田川市ですねの、そう八屋さんでニシンそばがあるって出てきたんで行ってきました。はい、うどん、はい、定食屋さんですね。うどんもあるし定食もあるしみたいな。そう、うどんね、まあいっぱいあるここメニューが。なるほど。でまあもうお店入ってさ、はい、もうターゲット絞っちゃきさ、はい、そうね、ニシンそば食いに行ってるからねこっちはね。そう、もう即ニシンそば頼んだんやけど、そんな人おるんかな、もう狙い撃ち即ニシンそばください。ただここねニシンそばを押しちょったんよ。おへえ。うん、ね店内にもニシンそばニシンそばのなんかだけこう写真付きの写真、まあ他のもあったか、でもなんかニシンそばちょっと強調しがちな感じで。なるほどね、多分自信があるんやろうね。そうそうそう、ニシンそばだけちょっとこれなんかあれよね、ババ抜きとかでこう引いてほしいカードちょっと上に出してる感じよねこのカード引いてよ的なあ、そうか、確かにそれはね、そうやわそんな感じそう、今確かにそうやねすごいね、見てもないのにいや見てないけどなんかイメージね、他のカードもいっぱいちゃんとあるけどニシンそばだけやっぱこうちょっと一個飛び抜けてるな、これ聞いた方がいいかなみたいなね、うん、そうそうそう、もうまあでも俺はババを引きたかったけど素直に引いたけどねでそうそう、ね、うん、でまあニシンそばっちなんか京都と北海道がまあ名物らしいよね。うん、へえ。そうそう、で北海道はなんかやっぱこうニシンがよく取れるき、うんうん、で京都はそのニシンそば自体が発祥の地、うん、そう100ね1880年ぐらいかな、京都のお店の人が作ったらしくって、でそのお店はまだ残っちゃうらしいんやけど、うんうん、でニシンそばをもう頼んで、まあ京風と、まあ、北海道風があるみたいね。なるほど、じゃあすごいね、うん、田川でそれをやってるってね。そうだき別に九州の食べ物じゃないきね全然、うんうんうん、そうで田川でまさかねって感じやけど、調べれば調べるほどでもう頼んでまあ割とすぐ来ましたね。お客さんも少なかったき、はい、その夕方やったき5時ぐらいとか、うんうん、微妙な時間の時すぐ頼んできて、でねもうシンプルなんよ、写真多分見てもらったら分かると思うけど、もうあれよね、これそばなのかな、そばの上にさニシンがドーンと置かれてる感じよね。そう、ニシンがドーンにネギがバーッちかかって、はいはい、もうかけそばに本当にニシンを乗せた感じ、もうシンプルで、うん、逆になんかいいよねこういうの。いやいやいいよね、うん、そうでよく見たらミシンやね、あれミシンは乗ってないそばがね、はい、そばがねちょっと白っぽいよね。うんうんわかる。だからちょっとうどんなのかなそばなのかなってちょっと一瞬思ったもん。そう俺も来た時そうめんかなって思ったもん。ちょっとそれちょっと言い過ぎたけど、でも結構白くて、まあなんかそばもなんか深いやん。うん、なんか俺全然詳しく知らんけどさあれやけど、なんか1番粉2番粉とかさ3番粉。あなるほどね、そういうのがあるわけですねそばには。そう粉使いそば粉のどの粉を使ったとかさ、どういう混ぜ方したとか、うんうん、深すぎてちょっと調べきれんやったもう。うんまあでもそういうそばにはかなりこういろんなパターンがあるってことですね。そうそうでここはまあなんか白っぽい感じ、珍しいよねこのそばね、写真で見る限りですけど。だけどなんか品がいいよね。うんうんうんわかる、うんそんな感じ。まあこれ多分後々にあそういうことかってなるんやけど、はいはいでもう早速いただいちゃって、はいまずねやっぱお出汁が、うん、すごい上品、あっさり、うん、でちょっと、うん、なんだろう柑橘系の酸味がちょっとあって、うん、でかつニシンが、うん、ニシンの甘露煮なんやけどこれ。あそうなんだ。そうこれニシンそばのニシンチニシンの甘露煮なんやけど、うんうん、これがねちょっと裏切られた。どういうこといい意味で。おうというのも甘露煮のイメージっち俺結構缶詰の魚のイメージやったよ。あまあそのジャンル的にはそんなイメージ。わかるわかる。そうそうで今回もちょっとあんまり期待はしてなかったんやけど、その甘露煮かもしれんち思ってニシンそばに、うんうんうん、でもちょっと興味で行っただけないけど、うん、もうめっちゃ甘いんかなと思ったらそうでもなくほのかに甘く、うん、で焼き魚みたいな食感やったよ。へえ。で骨、うん、でも骨はもうそのまま食べれるぐらいもうボロボロになるぐらい、うん、そうそんな感じでこれはねちょっとめちゃくちゃうまかった。確かにその食感が焼き魚っていう焼き魚みたいっていうのはちょっと意外やったね。うんほんと見た感じも、そのいわゆる缶詰の魚食べてるようなちょっと、うん、例えばいいのか分かんないけどその缶詰の魚食べてるような食感のイメージだったんやけど、うん、ちょっと違うんだね、うん、いや違うなんかねそれでと思って意外それでちょっとびっくりして、でそばもなんかなんやろ白い木か分からんけど、うんうん、なんかねスルスル入っていく感じなんかこう、 でまあ食べ終わったぐらいに、うん、ちょっとマダムっぽいはい、おばちゃんが入ってきて、うんうん、まあどうやらお店の人やったみたいやけど、はい、お店の人やったんやけど、うん、ちょっとなんか情報知りたいなと思って話しかけたんよ、うんうん、じゃあ思いっきし関西弁で、うんうん、でここやっぱり京風なんか京都風の、うんうんかなと思ったらやっぱりそのおばちゃんもうち京都からニシンのあれ取り寄せてるからとか言って、うんうん、やっぱ結構こだわって京都のものを出しようみたいで、うん、ラーメンとかもあるんよ、うん、メニューね。そうラーメンとかもあるんやけど豚骨じゃなくて醤油やったりする気なんか全然そう京都の食堂なんですよ、ここ。京都のラーメンって醤油なん？あ、みたいやね、なんか。へえ。まあまあもう何でもあるんやろうけど今の時代。でも多分京都、うん、あ、でもあれか、天下一品とか豚骨か。あれ京都な。確かあれ京都やなかったっけ、本店が。もう全然食に疎いんで全く分かんないですね、僕ね。なるほどね。うん、全く分かんないです。マクドナルドがフランチャイズのチェーン店であるってこと分かる？いや、それもいやちょっとレベル低すぎばいそれ。それでなんかグルメの土俵に上がってこようとしちゃうのがもう やばいよ。邪道なんで。いやいや、まあでもね、そう京都風の料理聞いて余計なんかさ、他のメニューにもちょっとさ、こういろいろ興味が湧いてきてさ。そうよね、なかなかこの、なんだろうな、田川、福岡のね田川でその京都っぽい料理とか食べれる場所があんまないよね。そうそう、だっきなんか特にそのおばちゃんが言うにはなんか鶏卵うどんっていうのがあるらしいんやけど、あったんやけど、そのメニューに、うんうん、それも食べてほしいみたいな感じで言ったき、今度行ったらそれ食べようかな。鶏卵うどん、なんかまあ卵とじっぽい感じ、はいはい、見た感じ、まあそれも京都でよく食べられるみたいな感じやっき。なるほどね。そうだっき、多分そばのさ白い感じとかもさ、うんうん、まあ、京都ってちょっと上品に仕上げるイメージあるやん。イメージあるね、うんうん。だきそういうのもあるき、白かったりするんかなとか勝手に思ったりとか。確かにね、なんていうのかな、田川っぽくないよね。この写真見てると。うん、そうそう。で、そうで、あとね、まあその850円なんやけど、この、うんうんうん、なんかさっきさ京都の発祥のお店とか言ったやん、なんか、うんうん、そこは1500円ぐらい無料らしいもんね。へえ、半額やん。そうだっけ、京都じゃそんぐらいするけど、やっぱ田川やったらね、850円で食べれるっちゅう。やっぱ海外だからじゃないの？田川ね、やっぱ物価も違うし。まあ物価って多少違うけどさ、そんな変わらんやろ。どっち目線で言ったん今。どっちよりやったん今、京都よりな。いやいやいや、どっちよりでもいいけど別物であるということは言ったよ。うん、まあまあまあ、まあでも高いらしいきね、京都ってその物価がやっぱ。なるほどね。だから今850円で本格的なね京都のご飯が食べれる八屋うどんさんでした。あ、素晴らしいですね。これぜひ結構今ね、いろんなところからそのいいかねパレットに行きたいとか行くって人結構聞くんで、周りでもその近所にあるんだったらね。うん、俺もちょっと他のメニュー頼む、うん、おすすめのね、うん、この日清そばとか、ね、あと鶏卵うどんですか。鶏卵うどんとか、もうだけラーメンも食べたいしね、そのなんか醤油とか。あ、そうか、醤油ラーメンね、うん、うん、ぜひちょっとおすすめなのでってことですよね。はい、上ちゃんもねパレット行く機会、そうね、パレット行く機会ちょいちょいありますもんね、うん、そんな気を。いやいや、そうでもないね、年に 1,2 回。いや、そんなやなんか月1ぐらいのノリで言ったよ今。いやいや、実家にももう5年以上帰ってないような人間が年に 1,2 回行くって相当ですよ。そりゃそう、5年帰ってない。多分5年ぐらい帰ってないんじゃないかな。やばいね、ほんと。いやもうもうそっか。いや、それはもうあれやね、上ちゃん実家ね、俺の職場近い来んかなってよく思うけどさ、そら来んよね。そうよね、5年ぐらい多分来てないもんね、うん、多分5年前ぐらいに1回来たもんね。あ、来たね。うんうん、うんうん、だからそれぐらいからもう来てない気がするね。まあまあ、パレットにはね、1年に数回行くので、1、2回行くので、うん、そういう意味ではこのハッチ屋さんね、ちょっとその時思い出したいなと思いますんで、うん、ぜひぜひ日清そばを行かれる方ね、とかもしくは田川に住んでて田川じゃない味を食べたい方とかいいですよね。そうね、確かにそうか、田川に逆にまで、うん、ちゃんとゴールデンカムイを見てから、ああそうですね、ゴールデンカムイを見て日清そばうまそうやなと思ってから行ってもらうっていうのが一番いいかもしれないですね。そう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 、おすすめです。はい、はい、というわけで本日は八屋の日清そばをご紹介させていただきました。概要欄の方にお店の情報を掲載していますので、合わせてご覧ください。21世紀の食いしん坊では番組へのメッセージをどしどし募集中です。概要欄にあるフォームまたはハッシュタグ21世紀の食いしん坊をつけてツイッターに投稿していただけると嬉しいです。食レポや番組継続の励みになるので、ぜひよろしくお願いします。ということでタイトルコール、笹山からお願いします。21世紀の食いしん坊。